はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、では前回の続きからやっていきたいと思います。ではこのまま、アストラの出している SOS ですね、こっちは通れない SOS ポイントに向かっていきましょう。だいたいこの辺と思ったらなんかいる。ここが発信源だ。見ろ、あれはデビルガンダム。やはり罠だったのか。なんかデビルガンダムしょっぽいな。グーグー、動くのか。ガーガー、なんてパワーだ。どうした、一体何の騒ぎだ。何、なぜヒーローどもが。ババルー星人、またお前の仕業か。仕業、何の話だ。それより貴様らこそなぜここが分かった。とぼけんな、お前がおびき寄せたんだろう。アストラの電波を偽装してな。電波偽装、何を言ってるんだ。何だと。いや待て、この波動は。いるぞ、すぐ近くに本物のアストラが。何だって。はっはは、なるほど、そういうことか。あのアストラが電波を出していたのか。アストラはどこにいるんだ。その中にいるぞ。ババルー星人はデビルガンダムを指さした。まさかアストラを生体ユニットに。そのまさかだ。はっはっは、生体ユニットは相当な実力者でなければならない。選ばれたアストラはさぞ光栄だろう。さあ無駄話はここまでだ。この奥は玉座の間、誰一人通すわけにはいかん。ゴゴゴ、デビルガンダムやれるか。よし、お前の力を見せてみろ。ゴークチ、完全に力負けしてやがる。今は無理だ、立て直そう。そうだな、逃げるのか。ゴー、待てデビルガンダム、お前は調整中だ。追撃戦は負担が大きい。ヒーローめ、だがそう遠くないうちに始末してやるぞ。結局撤退。はあはあ、追ってこないようだな。おい、ん、大丈夫か。メテオ、別動隊か。ちょうど近くを捜索中だったんだ。派手な戦闘音が聞こえたから駆けつけたってわけ。ねえ、何があったの。ヒーローたちは別動隊にデビルガンダムの出現とアストラの件を伝えた。さらに奥に玉座の間があるらしいが、カイザーベリアルは不在だという話もした。なるほど、まずはアストラを助け出してやりたいな。でもデビルガンダムを倒さなきゃね。あのデビルガンダムはおそらく最終形態だ。格段に強力になっている。じゃあどうやって倒すの。そうね、ゴッドなら何か方法を知っているかも。よし、連絡してみよう。ヒーローたちは拠点に連絡し、ゴッドガンダムに事情を説明した。なるほど、ならばまずグランドマスターガンダムを探すべきだ。出たそうか、どういうことだ。このキューブは全体が DG 細胞に侵されている。さらに四天王全ての存在が確認されている。ということはどこかに動力源としてグランドマスターガンダムがいるはずだ。ああ、あの時と同じように。そう、前回のリジェスとの戦いの時と同じだ。グランドマスターガンダムを倒せばデビルガンダムはもちろんキューブ全体の DG 細胞へのエネルギー供給が止まる。その時がチャンスだ。よし、とにかくそいつを探そう。だが一体どこを探すんだ。また片っ端から歩き回るのか。そうだ、ここに来る途中壁の崩れた場所を発見したんだが知っているか。ここに来る途中で、いや知らないな。実はその壁の向こうが通路になっていた。その先を探索してはどうだ。この辺りを歩き回るよりは可能性がありそうだな。よーし、じゃあ俺たちはもうしばらくこの辺りを調べてみるから、お前たちは隠し通路を頼む。わかった、早速行こう。ん、どこ、あ、ちっか一方その頃クライシス帝国では、よくやったぞボスガン。ウルトラベル、そ
そして円盤生物の水晶玉。異世界の力はクライシス帝国の高度な技術と融合し、より強力な兵士を生み出すであろう。母、ありがたきお言葉ございます。それに引き換え、カテゾーンはなんだ。一度は手に入れたスイッチを奪われてしまうとは。ベリアルの野郎が欠片を揃えて技術を復活してしまったらそれじまるじゃねえか。何？カテゾーン、口を慎め。いいかカテゾーン、我々はその瞬間を狙っているのだ。カイザーベリアルが技術を復活させようとするその瞬間に仕掛けるのだ。だったらなおさら邪魔者のヒーローは早いうちに片付けておくべきだ。皇帝陛下だってそれはお望みのことだろう。待て、命令に背く気か。カイマロボットを完成させるだけだ。俺の持つ技術の全てをつぎ込んだヘルガデムオだ。準備は万全にしておかねえとな。ヒーローたちはメテオから聞いた隠し通路を目指して探索を再開した。これすぐ上ですね、まあ、上っていうか逆か。地図上ではここメテオの言っていた隠し通路ってのはここだな。お、他のエリアに行きますね。キューブ第4層、これ何？おーおーおお、ベルトコンベアだ、勝手に動いてる。このエリアは DG 細胞の侵食が激しいな。うん、ベルトコンベアか、どうしよう、これ乗ってみよう。え？結局何？これはさっき来たところ、これは新しく行くところ。あれ、これ、あ、これさっき来たとこじゃん。いや、ここが行けるな。うわ、戻された。こっちはこれ最初に来たとこだ。うん、このベルトコンベアに乗ってるときは敵の出現率は上がらないですね。とりあえず片っ端から行くか。ほいほいほい。新しい敵だ。ガソーとダイナモゴス。新しいっていうか、こいつら戦わなかったっけ。これ乗ると戻されそう。これは？あれ、これ何？発電機のような装置がある。00は非常用電源のスイッチをオンにした。お、これは1階にあった扉かな？え？違う？分からん。え、これ一個戻されそう。とりあえず、うわ、戻された。で、ガンダムヘッドが2体出てきた。ガンダムヘッドはヒットポイントが高いですからね、ちょっとめんどくさい。どうなってる？お、ここか、さっきのところ。1階の電気が通ってないところはまだか。なんかある。ちょっと回復させよう。
ヒールレイン2を使うか。ほい。なんだあれは。DG 細胞の一種か。ゴッドに聞いてみるか。太郎は拠点に連絡し、ゴッドガンダムに銀色の玉について尋ねた。それはおそらくデスボールだな。デビルガンダムの最終兵器だ。じゃなくて防衛兵器だ。侵入者が接近すると激しい電撃を放ってくるぞ。ならばグランドマスターガンダムを倒し、エネルギーを供給が止まれば活動も停止するのか。ああそうなるはずだ。え、何ってことは、いけるこれ。あ、いけないっすね。え、いけない、こっちはいけない。ん、じゃあどこだ。レギオンだ。もう開いたか。なんかあそこ行くと戻されそうな気がすんな。あれっていうかここあれじゃん、戻ってきただけじゃん。バックアタック、ダークロックスがいる。あれ結局こっち行けないから戻るしかないのか。行けないよね。あ、行けた。あぶね。隙間があったとは。宝箱が見えたけど、そこは行けないですね。これは？とりあえずこっち。お、ガードを手に入れた。いけないこっちは。こうか、そうすると。これは。てかウルトラマンのパワーがちょっとやばいな。もうそろそろ上がりそうといえば上がりそう。まあ回復させときますか。こっちはいけない。ここもいけない。めんどくさいな。あれなんかある。とりあえず大丈夫かな。ここは何の場所だ。おい、モニターが生きてるぞ。本当か。うん、これはこのエリアの第4層の区画配置図だ。倉庫と思われる区画が多いな。デスボールのせいで侵入は難しいな。倉庫なんか後回しだ。探してるのはグランドマスターガンダムだろ。だがどこに。この配置図ではそこまでのことはわからないぞ。その区画は DG 細胞のせいで異常な状態になってるんじゃないか。うん、だがほとんどの部屋に異常を示すアラートサインが出ているのだ。これでは特定ができないな。ん？一箇所だけアラートサインどころか何の情報も出ていない区画がある。そこだけ正常なのか？いや、逆だ。もしかしたら監視用のセンサーも逆に破壊されているのかもしれない。だったらグランドマスターガンダムはその区画にいるんじゃないのか？行ってみよう。お、目的地が表示された。と言っても、どこだ？行けない。
落とされるベルトコンベアだな。とりあえず奥へ行けば、これは普通に何もない。よし、ダブルレベラー。いけねえし、こっちも。全くもってわからん。うわ、画像とかいっぱい出てきた。お前ら共食いしてろよ、まったく友達を食うんだろ。弱っ。されるだろうな。え、どこだ。ウルトラマンゼロ、だいぶレベルの上がりが遅いな。こっち行けない、こっちも行けない、こっちも行けない、こっちも行けない、ここも行けない。ダイナマガス言えてない。こっちか。いけない。ここは、おお、いける。こっち適当だけど、あ、ここ通じそう。おお、通じた。見ていて、潜された。こちら。これに乗ればいいのか。よしよしよし。もう何この銀色の物体は。お、徐々に徐々に目的地が近づいてきた。これはこっちでいいのかな。ユニコーンがちょっと減ってるけど、勝手に勝手に進みそうよしよしよし。ユニコーンを回復させたいけど、なんか持ってたかな。これしかない。もったいねえな。205か半分くらいだな。まあいいや、行きましょう。グランドマスターガンダムだ。グランドマスターガンダムだ同じこと言ってる。やはりここに来たか。お前早えなババル星人、待っていたよ。デビルガンダムと戦うにはまずメイン動力量を断ち切る。それぐらいの作戦は予想できる。待て、なぜお前はそこまでデビルガンダムに詳しい知りたいか。ならば教えてやろう。私はベディアル陛下の命を受け、ネバーのキューブに潜入していたのだ。ある時マスカレード・ドーパンと、またある時はクロスボーン・ヴァンガードのモビルスーツとしてな。変装したのはアストラだけじゃなかったのか。そうだ、ちなみにその時貴様らにも会っているぞ。覚えているか。一度目はガーディー像のあった研究室。あの時は貴様らが少々突然現れ、少々焦ったがな。あの時のあいつか。二度目はマスターガンダムがデビルガンダムと共にキューブを去る時、デナンゲー部隊の一員として。
あの時突然マスターガンダムの護衛に現れたデナンゲー部隊か。もう覚えてないんだけど驚いたか。私はネバー、そしてマスターガンダムの元で奴らの技術を盗み、カイザーベリアル陛下に献上したのだ。さらに陛下は DG 細胞によるこのキューブの要塞化を望まれ、その指揮を私に託されたのだ。そういうことだったのか。さて貴様らはこのメイン動力炉を破壊しに来たんだろう。デビルガンダム四天王の集合体グランドマスターガンダム。いいだろう、かかってくるがいい。ああそうさせてもらう。ならばこちらも遠慮なくやらせてもらおう。行けグランドマスターガンダム。ガー強そう、まずはとりあえずツインドライブでフルサイコフレーズで、こいつはどうしよう、メテオで上げとこう、ラッシュゲージを。ダブルアクション念のため打っときましょう。最初は同じパターンで、とりあえずはなんとかなるか。で、あとはお決まりのパターンで回復させようかな。回復させようか。ヒールレインを打っとこう念のため。グランドサンダー、なんか自分も当たってないあいつ。でももうちょっと6割くらいだなこれで。いやもっと減ってるか。こいつどうしよう、メテオでやっとくか。攻撃いけるなこれ多分。なんかあった時のためにダブルアクションとこう。よしよしよし、これいけるんじゃね。おっとここでエネミーラッシュかよ。ちょっと回復をさせとかないとまずい。めっちゃ回復したっていうか全回復してるし、マジかよ。え、マジですかこれ。ウォルターファング痛い。うん、どうする、ガードしとくか。いて俺はそれでも最初回復じゃねえや、これが間違えた。こっちは回復だ、ガンダムだ。よしよしよし、諦めるか。何どうしたいのこれ。とりあえずもう攻撃するか。じゃあバスターソード、こいつのエネルギーがない、エネルギーというか SP が、うん、ウルトラマンはメテオ、こいつの攻撃に入るか。くらえ、お弱点だったな今。痛い、おい、痛い、やばいやばいやばい。回復しないとまずい。ヒールレインでいいかな。ライダーの SP もない。もういって、どうしよう、押し切るか。サンタンラッシュ行くぜ。これ押し切れなかったら終わるなっていうか、こいつピコンピコンしてるし。しまったー。いや、回復させよう。
らえくらえ。お、反撃。やばいやばいやばい。なんなんだよ。こいつを回復、こいつで回復させよう。リカバリキット。ゴールデンエクストリーム。死ぬなよ。死ぬなよ。よしよしよし。何の反撃に反応してるんだ。全然わからん。あと一ターン。リカバリキット。これしかない。くらい弱い。オッケー。押し切った。グランドマスターガンダム、まあまあでしたね。回復された時はちょっとどうしようと思ったけど、おお綺麗になった。すべてが止まったか。お、玉っころも。私としたことが陛下のお留守の時にこの失態く、なんとかせねば。待て、ババルー。おっと、うお、アンク、私を気安くつかむな。待て、デビルガンダムを倒すのが先だろ。アストラを助けてその奥の玉座の間ってところへ行く。そうだな、たとえそこにかけらがなくても何か手がかりはあるかもしれない。ああ、別動隊にもデビルガンダムの元へ向かうように連絡しておくぞ。それがいい。よし、行こう。鉄塔ヒーロー対デビルガンダム。ここはもう何もない部屋か。うん、どこへ行けばいいんだ。そうすると、あ、そっか、この球体がなくなったから新しいところへ行けるのかな。じゃあ一回ちょっと戻って回復しましょう。はい、ではこれで、一旦終了して次回ですね、デビルガンダム本体のところへ向けて、突撃していきたいと思いますので、今回はこれで終了します。